関東某所在住の M さん、彼は風景映像撮影の趣味があり、彼が風景を撮影していたところ、その映像に不可解なものが映ったのだという。我々はそんな M さんに話を聞いてみることにした。まあその時もいつものように、まあ趣味の風景映像の撮影をとある公園でまあ撮ってたんですね。でまあその撮影してる最中というのは特に何もなくて、まあいつものありふれた平和な日常の、まあ、公園の映像をまあ撮ってるっていう感じだったんですけど、まあ帰って、まあその映像を、まあ編集作業をやるんですけど、で、その時に見返してみたら、ちょっと不可解なものが映ってまして、なんかその画面に大きく、なんかとてもこの世のものとは思えないほどの、恐ろしい顔が映ってまして、でその一体だけじゃないんですよ。その隣にもなんか小さく何かが映ってるっていう感じなんですけど、それはなんか人ですね。いや全く心当たりがなくて、見知らぬ人物というか、あんな恐ろしい形相をした人自体がもう知り合いにいないので、全く心当たりも何もないですね。で、その不気味なものが映ってるのと同時に、なんか不気味な歌っていうんですか、まあ、曲、まあ歌が流れまして、で、その歌に合わせて、その映っているものたちが、なんか動いてるような、そんな感じがしたんですけど、いやでもなんかその不気味な歌聞いたこともないんですよね。なんかほんと聞いてると、なんて言うんだろう、なんか意識が遠のいていくような感覚になりまして、でちょっとその映像を見てらんないので、もうすぐ消したんですけど、その場は。はい。で、あまりにも気味が悪いので、そんな映像撮っておきたくないじゃないですか。なんで、そのデータごとそれを消しちゃおうかなと思って、何回も試みるんですけど、消えないんですよね。消したと思っても、次の日にはまた、そのデータが復活してるんです。で、何回も何回も繰り返しても、そのデータってのが消えなくて、どうしようかなと思って。で、まあ、ちょっととある知り合いの霊媒師の方に相談して、持って行ったんですね。そしたら、いや、これは、うちじゃどうにもできないと、門前払いを受けたんですけど、まあ、それからですよね。その映像を撮ってからというもの、M さんの周りで、たくさんの怪奇現象が起こり始めたのだとか。なんか、まあ、家にまあ一人でいると、なんか物音がすごいするようになって、で、物音がしたと思ったら、なんか頭の中ですごい声が聞こえるんですね。なんか、のぶといというか、まあ、男性の声よりも全然もっと太い感じで、で、俺はずっとお前を見ているからなって、頭の中で響くような感じで言われるんですね。なんだろうって。で、その瞬間ものすごく頭痛がして、本当に倒れるぐらい頭痛がするんですけど、で、それが1時間ぐらいするとすぐ頭痛が止むんですね。で、そんなことがあったりとか、あとは、最近だと、
夢の中にも映っているあの不気味な何者かの人物が出てきて、で、同じようなことを言うんですね。俺はずっとお前を見ているぞと。お前はもう逃げられないぞと。ずっと延々に僕の耳元でささやくような感覚があるんですけど。で、その映像で流れていたあの不気味な歌も流れてくるんですね。そんなことが毎日続くので、結構最近、かなり体調を崩してしまいまして、食欲もなくて、最近じゃ幻覚が普通に街中歩いてても、あの不気味な顔が浮かんでくるんですね。で、自分の方にこう向かって、ぐわっと襲いかかってくるような、幻覚なのか何なのかわかんないんですけど、そういうことも最近じゃ、かなり多くありまして。果たして彼の言う恐ろしい形相、そして気味の悪い歌とは一体どんなものなのであろうか。それでは問題の映像をご覧いただこう。何の変哲もない風景映像ではあるが、この画面に大きく映っている謎のとてつもなく恐ろしい顔。その隣に寄り添い合うように映る謎の人物。この者たちは一体何者であるというのか。そして不気味に響くこの歌は、聞く者を死の世界へと誘う呪いの曲とでも言うのであろうか。我々はこの取材の後、
M さんと連絡がつかなくなり、M さんは消息不明の状態である。もしかすると M さんはこの者たちに見入られ、この呪いの歌を聞いて、あの世へと誘われてしまったのかもしれない。